はいどうも、白熊先生です。今日はですね、ちょっと前にミュージックステーションにフィッシャーズが、超人気 YouTuber フィッシャーズが、虹っていう曲を歌うために出ましたよね。で、あれに対して結構僕の塾の生徒の中で賛否両論が巻き起こったんで、それについてのお話と僕の見解を話したいと思います。もともとはですね、僕は見てなかったんですけど、次の日が、塾行ったら、生徒たちの中で、あれがすごい話題になってるわけですよ。あれすごかったな、いろんな意味で、みたいな。で、僕もそれを聞いて実際その場合動画を見てみたら、皆さんもこれね、見てない方ぜひ一回ミュージックステーションスペースフィッシャーズで調べたら出てくると思うんですけど、ひどかったんですよね、本当に。で、僕自身は結構そのフィッシャーズさんのことは好きでも嫌いでもないっていうか、本当に普通くらいの感覚で曲を出してるって話を聞いたのも、そうなんだ、時代だねくらいに思ってたんですよ。で、実際ミュージックステーションで見てみたときに、本当なんだろうな、ツッコミどころが本当すごい多いっていうか、マジでなんかいじりどころ70箇所あるんじゃくらいあるんじゃないかってくらいなんですよね。例えばなんかそのフィッシュ、なんか2人がメインで歌うんですよね。僕それすらも知らなくて、フィッシャーズで7、8人いて2人がメインらしいんですよ、歌うの。で、そのうちの1人がなんか知らないけど、なんかすごい翼、わかりますかね、翼みたいなのを背負ってるんですよね。で、これに関してもあんまり説明がないし、そういうキャラなのかな、動画内でもこうやってやってるのかななんて思いつつ、で、実際曲を歌うんですけど、なんか歌うと同時に、なんか急に7人揃ってたのに、もう5人くらいブワーっていなくなっちゃうみたいな。で、いなくなって、もうあとずっと2人で歌って、途中から白クロードっていうのかな？なんかそのメインの人がバーって出てくるんですけど、1回。それ以外のやつらは最後までほぼ1回も出てこないっていう。なんかようわからんこのフォーメーションみたいな。で、何よりすごいのが、歌めっちゃ下手っていうね。はい。なんかずっとね、なんて言うんだろうな、声が上ずってるんですよね。なんか中学校2年生くらいの、なんかまだあの声変わりしてない男子とカラオケ行ってる時のなんかテンションだけで大声でギャンギャン騒いで歌ってるみたいな感じの雰囲気なんですよね。なんか思い出しましたもん。ああそうだ、中学生時代にカラオケ行ったらこんな感じで歌ってるやついたなみたいな、すごい懐かしい気持ちにはね、男としてなったんですけど、だから何が言いたいかっていうと、多分その今回の出演に関しては、なんだろうな、その相当なファンじゃない限り、一般的な目で見るとこれは やっちまったな感がやっぱ強いんですよ。で、実際生徒たちの中を見てると、それをいじくる側、要はあれすごかったな、笑っちゃったよっていう側と、フィッシャーズの大ファンの特に女の子あたりからは、すごい良かったし、何がみたいな、っていう、要は守る側とこう2つに分かれてるんですよね。で、それを見た時僕が思ったのは何かっていうと、これね、いじることの大切さなんですよね。いじることの大切さ。これ何かって言いますと、例えば芸人ですよ、芸人。芸人も、いわゆるフィッシャーと一緒でね、笑いを人々に提供するっていうお仕事じゃないですか。で、芸人も、例えば皆さん思い返してほしいんですけど、歌出したりしますよね。で、芸人が歌出すときって2種類あって、1つはそのネタソングみたいな、笑わせるための歌みたいな、ネタをそのまま歌にしたみたいな、これですね。で、2つ目は何かっていうと、真剣に歌うタイプですよ。例えばノンスタイルの井上とかね、狩野英孝みたいな、ああいう感じで真剣に音楽活動やってますよみたいな体でやるタイプがあるんですよ。で、これ芸人の場合何がいいかっていうと、どっちにしろ笑えるってことなんですよね。まずこの、ネタソングの方は、ネタだから笑える。で、真剣にやってる方は真剣にやってる方で、何真剣にやってんだよっていういじりが成立して笑いになるわけですよ。だから例えばノンスタイル井上が真剣に、あの歌手活動をしている時とかは、周りの芸人がガンガンいじるわけですよ。お前顔ブスなように何歌ってんねんとか、ね、なんやねんその曲とかで、わーって笑いになるわけですよ。結果笑いになりますと。で、つまり芸人の世界にはいじるっていう文化がしっかりあって、で、このいじるっていう文化って何がいいかっていうと、捨てどころがないってことなんですよ。捨てどころが。成功したら成功したでいいし、失敗したら失敗したらいじって笑いになる。つまりどっちに転んでもいいってことなんですよね。だから例えば今回フィッシャーズがこうやって MC に出ましたと。で、実際すごくいいパフォーマンスをしたとしたら、さすがフィッシャーズ、歌もできるんだ、すごいな、で終われます。ただ、ちょっとお世辞にもこれはどうなんだろうっていう風になっちゃった時に、そこをね、みんなでね、あれすごかったな、何やってんだよフィッシャーズ、あはははは、ってこうしていじって笑いになって、で、実際問題、そのいじられる側の本人たちも、いやーやらかしちゃいましたわみたいな感じで、自分たちから何だったら笑いにしてって、あははははで済ますのが僕一番いいと思うんですよね、やっぱり。なんかそこをなんかその、フィッシャーズを好きなのは分かりますけど、好きで好きでたまらない人たちが、そんなことないしみたいな
ね、すごく良かったしみたいな、もうほとんどその好きだからこそ成り立ってるような、ね、レベルのフォローって見てて見苦しいと思うんですよね。なんかお前それ好きだからいいって言ってるだけで、好きじゃなかったくらいの連中が暗会のパフォーマンス見せたらお前も死ぬほどいじるだろみたいな、それってなんかどうかなって感じするんですよね。で実際問題、その例えばですよ、じゃあそれが俳優さんとか、ね、女優さんだったりとかね、そういういわゆるそのお笑い的な仕事をしてない人だったら、やっぱり何かミスをしちゃった時とかにそれをいじらないのもしょうがないとは思うんですよ。だってそういう仕事じゃないですから、彼らは、彼女らはね、それはもうしょうがないことはあると思うんですよ。ただ少なくともフィッシャーズっていうのは、その何だろうな、お笑い的な意味でもカリスマみたいになってるじゃないですか。要はフィッシャーズの何がすごいのって言ったら面白さだと、とにかく面白いとこがいいんだっていうのがやっぱり売りなわけじゃないですか、フィッシャーズのね。ってなった時に、面白さを売りでやってる YouTuber が、ね、ネットパフォーマンス集団、面白さで売ってる、ね、ネットパフォーマンス集団 YouTuber がなんかそこをいじらないっていうのはなんかなっていうね、むしろそここそガンガンいじってってお笑い系なんだからっていうのが僕の中であるっていう感じなんですよね。でやっぱそれって実生活でもそうですよ。例えばクラスとかでなんかおちゃらけて、なんかこう笑い取る系の男子とかいるじゃないですか、クラスに1人や2人ぐらい絶対。でそいつが例えばある日な時に何かしらのミスを犯してしまったと、すごい恥ずかしいミスを、でその時にみんなでそれをね、うわお前何やってんだよバカだなっていじって、あははって笑いぐらいいじゃないですか、そこは。で実際本人もうわやべやらかしちゃったよ最悪だよって言ってわーって笑いならいいのに、なんかそいつがやらかした時にそいつがなんか普通に、あ、いや別にまあまあまあ、はい、まあまあまあねみたいな、すごい平気なふりして、で周りの連中もあれあれ完全に今ミスったよね、え、しかも結構恥ずかしいミスり方したよねっていう風にみんな分かってるのに、そいつに気を使って、あ、うんそうだね、うんうんうんっていう空気ってすごい嫌じゃないですか。なんかすごい嫌なんですよ僕、そういう空気。ちゃんとそこはいじって笑いにすればいいじゃんっていう、うん、特に普段からお笑い系でやってるやつだったらって話ですよ。そうじゃない人、そうじゃないやつは別にいいんですよ。じゃなくてクラスでも俺お笑い系です、クラスの面白系の中の一人ですみたいな雰囲気を出してるんであれば、そういうやつは笑いにしてよっていう風に僕はすごい思うんですよね、うん。まあ、だから僕自身としては、ただ今回の動画を見てフィッシャーさんで死ぬほど笑ったんで、それはいいなって思うし、実際それをいじってる人もいっぱいいるんで、まあまあいいとは思うんですけど、ただそのね、ファンすぎる人たち、ファンであるがゆえに守りたい気持ちはわかるけど、ここはいじって笑いにした方がフィッシャーズのためなんじゃないのかなって思うっていう話です。うん、変に守ると逆にそのフィッシャーズにね、恥かかしてるだけな気がするんですよね。はい、まあそんなわけですね、この話にちょっとでも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、そしてその動画見てみてください。どうもありがとうございました。